ではですね、今のお二人のお話を伺って、またここからいろいろと質問ができるような形でやれればと思います。じゃあぜひ、まあ、その全然お二人とも違う研究内容になりますけども、例えば同じ質問をお二人に聞いてみてもいいですし、逆にそのお二人の質問、研究内容の違いからこういったところをまた新たに疑問に思ったっていうところでもいいので、じゃあそこら辺を何かこう聞いていただきたいなと思います。では、じゃあまた後回しがいいですか。はい。あ、じゃあ、はい。高校時代の話を伺うんですか。そうですね。はい。せっかくなので、先ほども文学部にしようかというお話もあったということで、じゃあちょっと、この高校生の前の、ことということなので、高校時代のお話をぜひお願いします。じゃあ、まず先生から。はい。じゃあ、高校時代の話って言われると、なかなか、さっき、理系だと思っていて、数学とか物理が好きでしたということを言いました。でですね、大学院に入って資格の研究を始めて、しばらくしてひょっとしてこれが高校時代にやりたかったことなのかなというふうに思えてきました。それはどういうことかっていうと、高校までの数学っていうのは割と問題を解く、例えば図形化してそれを理解するっていうようなことがあったりしますよね。でそこでなんかこう、ある種パズルを解くようなっていう部分も多いと思いますね。で我々が資格の研究でやると、その直接的に測れるものっていうのは少なくて、さっき言った実際の心理物理の実験もあるし、脳波でもあるいは MRI でもそうなんですけれども、出てくる結果っていうのは人間が何かやっているのは何かに反映したものしか取り出せない。そうするとそういう情報をもとに何があったかっていうのを考えていくっていうのが割とパズルを解くようなところがあって、私が高校時代に数学や物理が漠然と憧れていたっていうのは結局そういうことをしたかったのかなというふうに感じています。で、全然数学でも物理でもないんですけれども、心理物理っていう意味では物理なんですけれども、あまり物理っぽくないところをやっていますが、割と何て言うんですかね、無意識に感じていたものを、結果としてうまく体現できて、自分としては幸せだったなというふうに思っています。あまり高校時代の話ではなかったでしょうか。いや、でもその高校生の時は言葉にはならなくてもちょっと漠然と感じていたものが、こう研究をされるうちに、こういったことを自分は昔からこう面白いと思ってたんだなとか、はい、そういったことに後々気づかれたと。そういうことですね。ということですね。はい。じゃあ先生の先生の、はい。そうですね、高校の時は自分が何をやりたいのか、将来何をやるようになるのかっていうのは実はあんまりよく分かってませんでした。ですのでさっきみたいに、どういう学部、どういう文系に行くのか理系に行くのかも迷ってたっていうのは、自分がどうしたいのかっていう明確なイメージが持てなかったんだと思います。で今は物理みたいなことをやってますし、物理も好きだったんですけれども、教科としてはなかなかあんまりいい点数を取って記憶もなくて、難しいなっていう問題がなかなか解けなくて悩んでたこともありますし、受験勉強してた頃ですかね、いろんな、皆さんも多分試験期間の前になると、試験の勉強しなきゃいけなくなると他のことしたくなるっていうふうになるんじゃないかと思いますけれども、その時にいろんな本を、そういう時期にいろんな本を読んでた時に、一つは物理学関係の、割と若くして亡くなった先生の、追悼集のようなものがあったので、それを読んで、こういう未来に進むのもいいのかなと思って、最終的には、文系じゃなくて理系にしたとか、そういう記憶があります。あとは、今付き合ってるっていうか、最後まで、今50いくつですけれども、割と仲良くしている友達っていうのは、高校の時の友達ですね。ですから、そういう意味でお互いにいろいろな影響を受け合って、自分が何をしたいかよく分からなかったけれども、ある方向性がそこから出てきて、
まあ、それをたどってきたらここに行き着いたっていう感じがあります。ですからあの高校のことっていうのは今でもいろんなことを思い出しますし、あの時こうだったなとか、こういうふうに考えたなとか、彼とこういうふうに喋ったなとか、ですので非常にあのいい時期ですし、あの、自信満々にやってきたわけではないので、いろんな不安も多分たくさんあると思いますけれども、私もそうでした。ですのであの今を充実して、あの不安も不安、あの不安や悩みも真剣に悩んで、いろんなことを体験していってもらいたいなと思います。まあ、2人の先生共通されることとしては、やっぱり高校生の時にここを進むぞというのが一本パッと決まってたわけではなくて、やはりもう不安であったりとかそういったものがある中でも、後から思い返してみれば、まあ、こういった方向性があったのかなっていうのを振り返ってみて分かると。で、今その高校生の皆さんとか、まあ、多分受験も含めていろいろとどうしようかなとか不安に思われていることもあるかと思うんですけども、例えば、まあ、じゃあちょっとその、まあ、研究内容以外の部分も含めて、例えばちょっとこういうとこ、今自分はこういうのを知りたいんだけどとか、こういうふうに思ってるんだけど、じゃあぜひこうもう機会に聞いときたいみたいな、そのとこってありますかね。どうですかね。皆さんちょっと目を背けがちになってるけども、当てられるとちょっとね、じゃあそういうことで当てますんで。じゃあじゃあ新しく来た方に、ちょっとまだお話全部聞いてないかもしれないんですけど、今のお話を受けて、あ、じゃあ逆に好きに聞けますので、はい、聞きたいことをこう、あ、なんでもいいですよ。逆に今、例えばこういう質問をもういろんな人にぶつけてみたいっていうものでもいいですし、例えば今自分こういうところを少し悩んでるんだけどっていうのでもいいんですけど、まずあの学校名とお名前をお願いします。あと、仙台高専の5年生の田中と申します。来年東北大学にも編入が決まったんですけれども、研究室の研究室の雰囲気とか、あ、そういうところが気になります。教えていただければと思います。結構難しい質問かもしれません、逆に。はい、お願いします。あの研究室にやっぱりカラーがありますから、はい、自分と合わないっていうふうに最初から決めつけちゃわない方がいいと思いますけれども、例えばすごくスポーツの得意な研究室とか、割とおとなしい研究室とか、あります。それはでも、なんていうんですかね、やりたいことを先に決めて、それから、はい、雰囲気はもし参加して、あ、こういう雰囲気じゃなくて別の雰囲気にしたいなと思ったらば、ぜひ主体的に自分が中心になって変えるぐらいの気持ちでいてもらえると嬉しいなと。あ、はい、はい、ありがとうございます。はい、カラーがあるんだろうなっていうむしろ他の研究室の様子ってなかなか触れる機会はあまり多くないので、ある意味分かりませんが、でも、基本的に楽しんでるんじゃないかなと。厳しい面もあるし、きつい面もあるけれども、研究生活を楽しんでる学生がほとんどなんだろうというふうに思います。今大野先生言ってたみたいに、もう気に入らなければ自分で変えればいいということでもあります。そういうことができるのがある意味で研究室、お前教授辞めろってそれだけはやめてほしいですけれども、日常生活においては割とそういうことも、起こりうる、どんどんやってもらってもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ではもう一方、はい、よろしくお願いします。泉立山高校の3年の徳田です。先生方はこう何か研究してみたいなと思うテーマを思いつくときって、どういうときに思いついたりするんでしょうか。こう何かきっかけがあったりとか、こう自然に調べてて
勝手に気づいたら研究になってみたいな、そういう感じなんでしょうか。はい、じゃあ私から、ですね、私の場合は割と見て面白いなっていうところから入る、でそれがいつも研究テーマになるかどうか別なんですけれども、そういったのことが少なく ないです。でただでも世の中のものをただ見てるだけだとなかなかそういうのは思いつかなくて、まあ、これなんだって引っかかった時に、視覚の我々が知ってる、まあいろんな科学的な知識あるいは常識でもいいんですけどから考えてこういう説明ができる、でもその説明は本当なんだろうかとか、そういうステップを踏んでいくことが多いですね。ちょっと小林先生最初のところで視覚情報は 85% だと、いう話を聞いたとしますね。でも 85% って一体どうやって比較したら 85% なんだろうとそんなことですね。それちゃんと突き詰めていくと、まあ、ある人が、目から脳に伝わる神経と耳から脳に伝わる聴覚神経の数で、その他はまあ少ないだろうとかいう、そういう計算で割り出してたんだろうっていうところが分かるわけですよね。それ自体はそんな大きな研究じゃないんですけども、そういうちっちゃなところでいろんなテーマが見つかる、そういうテーマ別に研究テーマじゃないですけどね、そういうなんていうか発想をそういうふうに追いかけていくってことがまあ少なくないかなと思います。物理学に近いことをやっているので、まあ、テーマは、ね、小さなテーマがたくさんあって、それをきちんと調べて、まあ、実験もして理解しようと。でその時にそこにそのだけを見るんではなくて、他の全体の様子を頭に、まあ、視野を広く保って、でここで理解して、あこんな風になるんだ、あそれだったらばあそことここ、これはあそこに使えるんじゃないかと、これとあそこがつながるんじゃないかっていう風に、テーマが展開していきます。で最終的には大きなあの視野からいくと、これとこれとこれが分かったから、そうすると全体としてこういうふうなあの形に、進められるんじゃないかっていうふうにだんだんあのつながってきています。ですので駆け出しの頃はやっぱり一つのテーマをきちんと理解しよう、まあそれでもその時も視野を広く持とうとはしましたけれども、一つしか分からなかったことは何年か経って2つ3つ増えていくうちにだんだんいろんなものがつながってくるっていうのが実感ですね。そうするとじゃあ次これやろうっていうのが自然に出てくる感じがします。他に質問ありますか。あと残りですね、あと5分になりましたので、はい、ここでこう今みたいな感じでこう素朴にこう聞きたいこととかそういったところも含めて伺えればと思うんですけど、あの会場の皆さんもぜひどうぞ伺いたいことを。では佐々木さんいかがでしょうか。はい、あの研究をやってなんていうんでしょう、壁に当たった時とか、あとはこういう時が辛かったなとかっていう風な、もしそういう風なのあった時と、あとそれを乗り越えるきっかけとなったことがあったら教えてください。私は実験をやってます。あのでこういうことになるはずだとか、こういうことがしたいとか、こういう風なものを測りたいとか、そういうスタンスで毎日やってるんですけれども、ほぼ毎日うまくいかない ですから、壁にいつ当たってるかっていうと、ほとんど毎日壁なんですよ。で、時々うまくいくんです。まあ1000に3つじゃないかというとかなり確率いい方かもしれませんけれども、まあ、学生諸君と一緒にこれどうしてだろうとか、どうしてこうなるはずなのにどうしてならないんだろうかとかっていろいろ考えるというのが毎日で、でその一瞬だけ、一緒にやってると、あこういうことなんだっていうことで、視野が開けるときがあって、それが非常にあの刺激的で、まあ、楽しい瞬間なんですけども、その瞬間が終わるとやっぱりまた壁をあの押してる感じですね。ですのであの壁に当たったときどう乗り越えるかというよりは、
壁に当たり続けて、それを押し続けて、一瞬だけちょっと動くときを楽しみにやってるっていうのが、私の実感です。今の大野先生のことは全く同感ですね。だからむしろそれは、なんていうんですかね、壁だとあんまり思わないですね。そのことうまくいかないこと自体は、うまくいかなくても当たり前っていう、ある種の覚悟を持ってやってるのかなと思います。もうちょっと壁っていうか、嫌だな、非常に辛い経験という意味では、そういうふうにしてある成果が出て、自分たちはこう思うんですよっていうふうにきっちり論理を組み立てて、まあ、例えば論文にして投稿して、そうすると査読者っていう人がいて、それはいいとか悪いとかいろんなコメントを返してくるんですね。その中に、まあ、大方はなんていうんですかね、なんとかなる問題、そんな誤解だったりいろんなことあるんですけれども、全然我々が想定してなかった、まあ、鋭い視点でものを見られたりする、なんでここ見落としてたんだろうっていうのを、そのまとめようとしている段階に知らされた時っていうのはやっぱり、辛いですね。まあ、それをどう乗り越えるか、頑張るかもしれませんけれども、まあ、あるいは違う方向で思考を変えるっていう、それで新しいことが開けてくることもあります。ありがとうございました。では、どうですか、最後ですけども、最後ちょっとここを聞いておきたいっていうところないですかね。じゃあ、お願いします。もう一つ質問をお願いします。普段の日常生活の中で、こう何か気を使っていることとかそういうのはありますか。何でもいいんですけども、こう普段の研究に向けてこうの方がいいんじゃないかなみたいなのがあったら教えてください。気を使っていること、大野先生何かありましたか。先に、まあ、個人的にはちゃんと寝るっていうことですね。頭をすっきりさせて、考えをまとめ、安くする、ただでさえ混乱しがちなので、そういうことは気をつけてます。あとはもっと言えば、論理をちゃんとしようっていうのは学生諸君と一緒に言ってますね。ですからやっぱり我々学問っていうのは理屈なので、理屈が通ってなければ学問になりませんから、これだからこうでこうなんだというふうな、この理屈の通し方をちゃんとしようって、そういうことをちゃんと考えるためには、やっぱり頭をすっきりさせようと。もちろん実験で徹夜するっていうこともあるんですけれども、ものを考えるときには、ちゃんと体調を良くして考えなければいけませんので、体調の管理はきちんとしようっていうことは、まあ、どんな職業でも同じだとは思いますけれども、気をつけてるつもりです。気をつけているという意味では、今の大野先生の話の続きっていうか、ちょっと別の面なんですけれども、さっき言ったように自分たちはこう考えるっていう立場は明確にしないと研究はまとまらないんですね。でもそれに対して反対側から常に見る、それを批判するとしたらどういうことがあるかっていうのを積極的にやるっていうのは気をつけていることですね。そういうふうにしていても、さっき言ったように全然違う、なんていうんですかね、反論があったり、まあ、実験結果の解釈が出てきたりということになるので、それは非常に気をつけていることになります。でもおそらくそれよりも体調管理がさらに気をつけなきゃいけないことだというのを今大野先生の話を伺って感じました。皆さんもぜひ受験勉強とか大変かもしれないんですけれども、体調管理はしていただきたいと思います。